マクラーレン MP4 から21はマクラーレンが2006年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。テクニカルディレクターはエードリアン・ニューウェイ、デザイナーはマイク・コフラン。ニューウェイがマクラーレン在籍時に手掛けた最後のマシンである。レギュレーション変更により、メルセデスエンジンは2.4リッター V8 となった。V10 から2機等減った分、パワーダウンしたエンジンを、 最大限活用するためにリアエンドを変更したほか、エンジンがコンパクトになったことで、ラジエーターが小型化できるため、サイドポッドの開口部が小さくなっている。フロントノーズが MP4 から20の太めのタイプから、MP4 から19、19バイトで採用されていた。細く先端が下がったタイプのものにされた。マシン自体は、ダウンフォース量が多かったが、 同時に、ドラッグも大きく、V10 エンジン時代の空力思想を引きずってしまった、格好となった。カラーリングは黒を基調にしたものから、クロームシルバー調に刷新された。また、2005年で、メインスポンサーのウエストが撤退したため、その広告スペースには、ジョニー・ウォーカーとエミレーツ航空が収まった。2006年シーズンは、キミライ・コネンとファンパブロ・モントーヤでスタートした。 開幕戦から表彰台フィニッシュをゲットするも優勝するほどの速さは見られず2005年から一転してタイトル争いに加われなかった空力的に攻めたせいかマシントラブルに見舞われることもしばしばでモナコ GP ではセーフティーカー先導中のラップにライコネンがエンジン周りの発火でリタイアしてしまったアメリカ GP の後に モントーヤは2006年シーズン限りで F1 を去り、ナスカールに出場することを発表した。マクラーレンはアメリカ GP 終了後にモントーヤを放出し、残っているレースにペドロデラロサを起用した。シーズンを通して、コンスタントにポイントは獲得したものの優勝には、あと一歩届かなく、1996年以来の未勝利に終わった。 シーズン中のテストで走行している MP4 から21。ありがとうございます。